ちゃんとやろうよ。ちゃんとお別れしよう。ここまで来たんだったら。確かに。3度目ですから。うん。あ、すごいじゃん。すごいお別れしようとしてるじゃない。強制終了。でもやっぱさ、どうですか？何ですか？どうなの？今この暗くなったタイミングで寄付あれじゃないかもしれない。ちょっと待って、楽しくなってる。めっちゃ酔っ払ってる。逆にいいかもしれない。でも今いいこと書いてきた。ファンのこと好きだね、うん、ファンのことは好きなんだろうな。だろうな、もう、うん、嫌いなやつなんていないんだから。あの、ちなみにこれ多分どこにも伝わってない情報なのかもしれないけど、稚内で俺ら2人で稚内行くんで、稚内の人よろしくお願いします。さっきより1万人増えた。もうマネージャー切れてるっていうことは行く気はなかったかもしれない。違うよ、もしかしたら。まあ俺も行く気なかったね。ちょっとだって俺結構今月で、だってそのドラマの方でさは、まあ北海道にね死ぬほど行ってっから、あでもちょっとちょっとむずいかなと思ってたけど、まあここまで言った以上もう行くしかないから。北海道飛行機が止まっても僕ら行きますから。なんかピーピーしてるけども、うん、今日私たちは行きますよ。今日マネージャーさんたちは寝ません。マネージャーさん、マネージャーさんたちがもういろいろやってくれて、うん、私たちの出番があるっていうことだ。そうです。僕らの仕事はこれで成り立っております。うん、あの明日本当に頭低いかも。てかまあ普通にここまで言ってしまった以上、行かないわけにはいかないから。確かに。あのでもね、あの言わんでも言ってた。そうなんだよね。でももうここでもうネタバレしたってことは、そう、もうここで来てくれる人は増えてるから。増えたね。うん。本当に行くんだみたいな。稚内で待ってますよ。稚内で待ってます。じゃあ大丈夫これ。本当に大丈夫。大丈夫ないけど。大丈夫ないけどもうって言ってるから大丈夫です。ギリギリの。ギリギリ行くしかねえってことです。そう、もうギリギリのアウトを僕ら潜ったんで、うん、じゃあね、イベントやろう。そしたら稚内でイベントやるんで。わ、この2人でだよ。もうさ、もういいでしょ、さすがに。さすがにもういいでしょ。大人なんだから。大人なのよ、俺たちって。実はね。実は大人なのよ。実は。もう来年はもう30になる年のちょうど境目ですから。そんな年に15周年。うん、15周年も迎えちゃうし、あんたの10周年とかその辺迎えちゃうわけでしょ。俺ギリ5周年です。5周年俺ギリ5周年。なめんなって!5 周年なの俺ギリ5周年なんですよ。マジ？じゃあ俺逆に行かないかもしれない。そしたら逆に？うん。5周年と15周年のインスタライブやらない。やっぱ長いっす。やっぱそこの道のりは 10年の差は大きい。うん。どうする？何が？行きたい？行くよ。いいん、じゃあ俺も行く。でもまああの来年あのプライベート吉沢渡辺キャンプ旅決まりましたんで、皆さんには報告しておきます。そのことかもね、さっき言ってたの。そのことかもね。やっちゃうじゃん。一個イベントが生まれたじゃん今。資料でやっちゃう。資料いや資料ですか。資料でプライベートです。いや資料でプライベートで自由にやります。今日のお詫びの資料で。いや、ここはなんかさ、この場で決まりすぎてよくわかんないよね。何も言わない方がいい、ここは。むしろね、全部が決まりそうな。ちなみに今これを見てるあなたは多分その現場全部見てるから、そう、その通りになります。しかもね、この真っ暗な画面の中ね。そうだね。真っ暗な橋本環奈がいない、この暗すぎるよくわかんない画面の中で生まれたものが全部そのままになります。え、
ありがとうございました。皆さん、まあ、とりあえずそういうことやな。そう、今日お会いできてよかったです。マジでさ、まだ続けるね。いや、続けるつもりないんだけど、よく俺らやったよな、このテンションで。すごいよね。あの、本当にありがとうね。6時間ぐらいやってんだから。本当にありがとうなんだけど、マジのよくわかんないテンションのまま続けてるから、お前らさようならな。お前らマジ知らねえ。